一番さ、ニートの才覚がある人は、暇でも不安になんない人。配信でも言っとくわ。ニートを継続する一番のコツとしては、ビッチになることなんだよね。母親と鉢合わせる可能性が高くなるから。ニートの時の君の顔なんて見たくないから、両親は。やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。マスナーアカデミーちょっとでも見たことある。あ、まあ、ちゃんと見たことないんだよね。メンツもあんま知んない。なんかあれでしょ？エロアニメの声優さんいるでしょ？エロアニメの声優さん。それだけ知ってるわ。その情報だけ俺に来たわ。言い方よ。いや、そうやって聞いたんだもん。どんなこと言われても。お前らの情報の渡し方が下手くそなんだろ。これ。騎士隊がエロアニメっていいよな。FIFA やりながらどんなタイトルのクリップを生み出しとんねん。何これ。でもエロアニメっていいよな。やっぱエロ好きなんだ。正義はやっぱ誰がね、エロが嫌いと言おうが、俺はエロは正義だと思うわ。何がおもろいのこれ。ただ当たり前のことを言ってるだけだけど、これはそんな当たり前やん。VCT の公式キャスターだからだよ。関係ないよ、そんなの。そんな関係ないって。誰もが思ってるわ、エロが必要なんて。人間だもの。そもそも子孫を作るのに性欲が必要なのに。まずもって。人間の作りとして。いや、俺ね、ナミが貧乳だったワンピースの世界線見たいんだよね。確かにストーリーはおもろいよ。確かにワンピースのストーリーはおもろい。けど、ナミとかロビンちゃんとかが貧乳のあのワンピースっていう作品の世界線みたい。少年漫画のなんかちょっとやっぱり大切なところだと思うんだよね、そのエロっていう面って。どうしても貧乳がエロくないってこと。いや、そういうわけではないけど、貧乳がエロいなっていうところにたどり着くまでちょっと人間って時間かかるから、直感的であるよね、胸が大きい女性っていうのはさ。単純にマジで子供の時ってエロにすげえ興味あるからね。本当に興味あるからな。普通の自分が見るコンテンツ内でエロが出てきた時に驚愕するからね、小学生っていうのは。俺も友達ん家で地獄先生ヌーベーとか、なんか地獄先生ヌーベーだっけタイトル、普通に読んでたんだけど、そのある話の中で敵の怪人にやられたらパンツになっちゃうんだっけ。いや、それがすげえエロかったので、主人公がパンツになって女の子がそれを履くんだわ。もうとんでもないぐらいエロくて。エロ本読まなくても、なんか自分の見てるコンテンツにエロが出てくるその興奮たるや。えげつなかったね。まあそういうので、やっぱりエロって必要だよね。なんでも。トラブルはエロを見るべくして見に行ってるじゃん、あれは。ワンピースにエロを見に行ってるわけじゃないじゃん。そういう作品にエロが見て、出てきた時のエロってすごいよねって話。需要すごいよねって。あと VCT のキャスターってそんなお堅いもんなの？俺、あんま見ないからわかんないんだけど。キャスターって固くないといけないのかな？プロの方は模範的な象徴であるみたいな形はあるかもしんないけど。キャスターって固くある必要あるんか？スーツ着てるからだけど、確かに。そのイメージあるな。まあ、イメージの問題か、別にどうあろうの話じゃないか。岸さん会って話してみるとめちゃめちゃラフな人だよ。で、俺、岸さんぐらいゲームが好きな人ってなかなか見ない。ああ、岸さんはマジでゲーム好きなんだよな、あの人。やっぱりゲームをしてる人たちと外で飲んだりしても、そこでもゲームの話する人ってマジでごくわずかなの。普段 VC とかでゲームの話してるし、普段ゲームをしてるから、会ったらゲーム外のことを話すんだけど、岸さんはよくゲームのこと話すね。そうだね、お台場の、そうだ、お台場の俺のお散歩配信に突してきてくれた時もゲームの話してたし。岸さんゲームやる友達いないって言ってたよ。あの人の幅が広すぎるんだろって。クラロワやって、原神やって、で、さっきも FIFA やってたし、バロラントするしで。最近ピアノもやってた。すげえ幅広い。まあ、お堅いイメージが他の人にもついちゃってるのかな。
スタさん、スタさん、スタさんの小さい頃の将来の夢って何でしたか。あと今の将来の夢って何ですか。今日の配信でお話ししてほしいです。なんでだよ。何俺に求めてんの。俺の将来の夢ってマジでしょうもないぞ。だ俺の将来の夢ってないから配信者になってるもんだしな。小さい頃の将来の夢はこれ森なしで、大学2年生になったらポケモンマスターになって家を出てくるって小学生がずっと言ってた。大学2年生っていうものが何かもわからないで、俺は母さんに大学2年生になったら絶対家出る、なんでポケモンマスターになるよっていう話をずっとしてた。そしたら大学生にならなかった。残念ながら。なんで俺は子供の時大学2年生と言ったんだろうな。なんかキリがよく思えたのかな。20歳だからなのかな。そんなことも考えてないと思うけど、ガキンチョの頃の俺。あと今の将来の夢は何ですか。今の将来の夢か、それも考えてないね。なんか俺の考えてる一番先の将来って明日なんだよ。本当に明日することを全部やっていけば、いつの間にかなんか高いところ立ってるかなと思ってやってる。マジでなんか遠い未来のこととか考えてないや。そう、明日よ、明後日以降の予定は角谷さんが何とかしてくれる。まあそういう環境があるしね。小難しいことをやってくれる環境に今運よくやられてるから、そういうスタイルなのかもしんないけど。結婚願望はないね。てか逆に、釈迦席がどの段階で結婚したいと思ったんだろうな。結婚はちょっとね、マジで人にポンって言われないと頭に 1% もない。今結婚って言われて結婚っていうものの存在に気づいたわ。世の中そういうシステムがあったね。子供欲しいとか考えたことないや。本当にそこら辺の考えは本当にあっさいから俺。やっぱり自由がなくなっちゃうかなーって思っちゃうな俺。もう極限まで自由がいいから今欲しいっていう感覚になんないんだろうな。やんだ。なんかそれも DM できたな。スター頼む、にゃんたこと結婚してくれっていう。何なんだよそれ。にゃんたここの前でパチでクッソ買ってたぞ。結婚するか、結婚しよう。子供欲しいって思う時はないけど、俺は子供ができたと思ったら俺みたいの産んでほしい。俺をまんま産んでほしいんだよね。その俺の相手がすごい魅力的な人で、どういうところが欲しいの、あの君の口が素敵だから口が欲しいとか、目が素敵だから目が欲しいとかさ、そう遺伝子的などこが欲しいってのはあるけど、根本的な性格で言ったら 100% 菅原優也を産んでほしいね。まあまあサイコパス、なんで？なんで？何がサイコパスなの？ニートになるぞ。ニートなー。まあ、あの時も無駄じゃなかったと俺は思ってるからね。ニートやったのが、高校卒業してからもう即座にニートになりました、私は。本当にみんなが、就職、就職、就職とか、大学ポン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 、みんなインスタグラムにチャピーとかやってる時に、俺はもう、すごいニートライフを満喫してたから、悔いはないな、俺はニート、あのニートライフに。俺のあのニートの日々は本当に忙しかったんだよ。でもやっぱりニートって才能がいるもんで、普通は多分ね、みんな不安になったりすると思うんだよね。一番さ、ニートの才覚がある人は、暇でも不安になんない人。これはマジでね、アッシュのアッシュのアッシュだね。ニートになるべくして生まれてきた人なんだよね。で、俺はそれではなかった。俺は、暇な時間ができちゃうとそういうことはどうしても考えちゃうから、それがまあ、上中下でいう中ぐらいかな。能力的には、能力のステータス的には。で、一番下が、将来に危機感を覚えながら生きてるニートだね。その人たちは、もうパッパと多分ニート辞めて就職していくと思う。ニートの才能がマジでない、それは。で、なんかこういう話をもらった時に、なんかどうしたらいいですかって言われて、なんかどうしたらいいですかっていう質問かなり抽象的だから、俺は、なんか、ニートを辞める方法ではなくて、ニートを継続する方法をアドバイスするの。配信でも言っとくわ。ニートを継続する一番の
コツとしてはビッチになることなんだよね。今ニートであるっていうところの一番の他の人と違うところってレスポンスなの、反応の速さ。他の人が遊ぼうって言ったらはい食い気味で言え、食い気味でもう即座に反応する、そのレスポンスとか友達と遊ぶときもう誰かが募集とかしてたら行きます、そのレスポンス勝負で誰にも負けることがないように意識していけば暇は潰れていくし、それこそツイートしたように暇な時間はアニメを見て映画を見てで曲を聴いてっていう、世の中にあるオタクコンテンツを消費していけば日々は淡々と過ぎていくんだよね。でこのニート論においてなんかその金はどうすんのっていう話はマジで論外。まずニートってなんか特殊な土壌でできていて、なんか親が甘やかしてくれるっていうすごい恵まれた環境下にいるからこそニートってもらえるから、まずその話は論外。それはお話しすることに値しない、 お母さんありがとうってだけだね。それはさっき言った上中下のヒエラルキーに属してる時点で親は甘い、まず恵まれてる君は。ニートの時に意識することが生活習慣をずらしてください。これは絶対、生活習慣を必ずずらすこと。君が朝に起きることって絶対許されないことなんだよね。なんでかっていうと母親と鉢合わせる可能性が高くなるから。ニートの時の君の顔なんて見たくないから両親は。だから生活習慣をずらして母親が起きる時お前寝るんだよ。ニートの時にできる最大限の親孝行が生活習慣を狂わして母親が起きる時にお前が寝ること、それがニートとしてのまあマナーであり、その親にフラストレーションを溜めてしまうとそれが崩壊するんだよね。崩壊させないためのテクニックとして母親と会わないっていうのが一番のそのストレスがかかんない方、逆に言えばお前に会うとストレスかかるから親ってのは、ニートの状態のゴキブリみたい。いやこれは真剣な話なんだよ、これは真剣な話なの。俺にアドバイスを求めてるっていうことはそっちを求めてるんだ絶対に。だって俺が働いてないことお前知ってるべ、その俺にお前は DM でアドバイスを求めてるんだよ。っていうことはお前はニートとして生き抜く術を俺に聞いてんだべ。働く方法なんて他の俺以外の誰かに聞けや。そういうことだよ。